はい、ガイアンでーす。武器神の、ロケ亭をやってきたんですけれども、今日はですね、剣のですね、剣の進化と合成について、ちょっと、検証してみたいと思います。はい、一番最初にですね、まず普通にプレイすると、キャラクターを、まあ、ほとんどの方が何選ぶんですかね。まあ、私は青ね、青っていうキャラクター、もしくは、試練、こういうのを選ぶとですね、一番最初に出てくる武器がこれになりますね。ナイツブライド、ナイツブライドですかね。ナイツブライドという武器になるんですけれども、これを通常に、進化させていくとどうなるかというと、ナイツプラウプライド、ナイツプライドのプラス1、そしてオークナイ、オークナイですね。そしてオークナイプラス1、そして次にエンジン爆破となります。この後にもあるんですけど、現在私がしているのはここまでですね。はい、そしてもう一つの段階、このナイツプライドを出した場合なんですけれども、このナイツプライドがですね、もう一枚、これキャラクターはこれ青なんですけれども、もう一枚こういった風に別のキャラクター、これ試練なんですけれども、別のキャラクターを1枚ずつ読み込んで、オーク内オーク内でやるとですね、このオーク内同士が合成してですね、合成されてできたものが、はい、ダブルセイバーになります。はい、ダブルセイバーをまた進化させるとジェミニソウルになります。そしてこのジェミニソウルにですね、これまたキャラクターは違えないといけないんですけど、この違うキャラクターでデルタブレイド、これを読み込んで、合成するとデルタフレームになります。じゃあこのデルタブレイドはどうしたのかというと、これはですね、宝箱からドロップしたような記憶がなんとなくあります。何か、モンスターを倒して宝箱からドロップした中にデルタブレイドがあったような気がします。で、デルタフレームが、ね、このナイツブライドと、デルタブレイドを合成することによってデルタフレームになります。はい、みたいな形で、一つのですね、ナイツプライドというナイツプライドですね、はい、この武器は要するにどうなるかというと、こちらのこういった派生の仕方をする。そして、ナイツプライドはこういった進化の方法を取るというね、これ2つ、今現在2つですけど、これまだ枝葉があるそうです。まだこういう感じでね、2本まだ途中でこういったら出てくると思うんですけれども、現在私が検証しているのはこんな感じになりました。はい、そして今筐体に、ぶら下がっているこういった、大きなカードがあるんですけど、デカードになるんですけども、このカードを一番最初にここのスキャンして読み込むとですね、この、オールドクォーツプラスワン、これが、いきなり、初期武器になります。それからスタートした場合、このオールドクォーツプラスワンが、まずこれですね、グローエッジに変わります。そしてグローエッジを1回進化させて、グローエッジプラス1、そしてグローエッジプラス2、そしてその後にクリスタルブライド、クリスタライズブライドブレイド、ごめんなさい、クリスタライズブレイドになります。はい、ここまで検証しました。はい、これは要するにこういった進化ですね。はい、に求めます。はい、そして私の場合、先ほど言ったデルタフレーム、このデルタフレームなんですけれども、そのうちに偶然、モンスターが、このデルタシリーズですね、3つの刃があるデルタシリーズのデルタフリーズっていうのをドロップしました。ですからそこからはデルタフリーズを進化させるとデルタゲイル、そしてデルタゲイルを進化させるとデルタフレーム、そしてデルタフレームを進化させるとデルタボルト、雷なんですかね、みたいな感じで、なんか属性は変わって、あんまりこう能力は変わってないような感じの進化の仕方をしています。はい、で、あと剣に関してなんですけれども、あとはこれですね、どっかのモンスターが、パンキッシュギアっていうのを落としまして、これを今1個進化させた状態になります。このパンキッシュギアがどうやって入手したかっていうのをちょっと私記録してなかったわからないんですけれども、また分かり次第、下のところでも書いておきます。ということで本日は、武器神のですね、刀編ですね、剣
剣の進化の分かるところを検証してみました。次はですね、ハンマーもしくは銃を検証してみたいと思いますので、またお楽しみに。